お久しぶりです。お久しぶりです。ところで、おいちゃんさんは、はい、北海道のへその町は富良野だよね。はい。でも、日本のへその町もあるんだけど、知ってますか？なんかなんか。なんだろう。なんだろうね。それに、へそ丸くんのお友達も、日本のへその町にいるんだって。じゃあそれをちょっと今日教えてあげる。はい。大きな紙芝居で。はい。じゃーん。大型紙芝居、せーの。西脇市。それじゃあ、読んでみよう。はい。でんでんでん。じゃあ、ちょっと下を置いて。では、行きます。はい。西脇市、始まり始まり。おやおや、今日もおへそを出して寝ている男の子は誰でしょう。そうです、国広くんです。何やら夢を見て、寝言を言ってるようです。北海道の真ん中、おへその町が富良野なら、日本のおへそは一体どこにあるんだろう。すると夢に二人の可愛いキャラクターが出てきました。国広くん、お久しぶり。僕はへそ丸。一度君にへそ祭りを教えたことがあったよね。うん、あの時はありがとう、へそ丸くん。隣にいる君は誰？私は西。あなたが知りたがっている日本のおへその町から来たの。そうなんだ。僕、日本のおへその町に行きたくなっちゃったよ。いいわ、連れてってあげる。それじゃあ行くわよ、国広くん、へそ丸くん。私の手につかまって、それグニーロくん、ニッシー、へそ丸くんの3人は手をつないで空を飛んでいます。ねえねえ、僕たちどこに向かってるの？私が生まれた日本のへその町、西脇市よ。西脇市？そうよ、へそ丸くんが住んでいる北海道のへその町、富良野から飛行機やバスに乗って7時間ぐらいかかるのよ。へえ、そうなんだ。それじゃあ西脇市に行くわよ。それここ西脇市は兵庫県にあって、山に囲まれた美しい町なの。町には加古川、杉原川、野間川、三方の川が流れ、その川を利用して糸を染めて洋服とかの材料になる布を作っているの。その布のことを播州織っていうの。素敵な模様で洋服にしたら着心地も最高よ。魚釣りで餌の代わりで使う播州毛針も有名よ。ニッシーもへそ丸くんもいつの間に着替えたんだい。とっても似合うよ、その播州織。ああ、でもなんだかお腹が空いてきたな。体も動かしたくなってきちゃったよ。おい、来た。私に任せておいて。おいしいものならたくさんあるわよ。まずはシンプルな醤油味でちょっと甘口の播州ラーメン。こちらは黒田昭和牛。この牛のお肉は最高なの。へそのごまにちなんで金色のごま、金ごまも作っているのよ。体を動かすなら有名な四五線マラソン。遊ぶ場所なら日本へそ公園があるわ。わあ、おいしそうだし、遊びたいし、体も動かしたいし、もう体を動かしながら食べちゃいたいな。もう慌てんぼなんだから、二人とも。いやー、美味しかったし、楽しかったし、最高だったな。日本のへその町、西脇市も素敵なところなんだね。でも、どうしてニッシーとへそ丸くんはお友達なんだい？それはね、へその町つながり。北海道のへその町と日本のへその町、へその町同士仲良くいい町にしていこうということで、
もう40年も前から仲良くしている町、友好都市って言うんだよ。へえ、そうなんだ。これからもお互いにへその町同士助け合い仲良くしていこうね。あ、そうだ、私妹を紹介するの忘れてたわ。なになに？え、妹？私の妹、さくらちゃんっていうの。へそ丸くん、くにひろくん、にっしーの妹さくらです。よろしくね。こちらこそよろしく。へそ丸くん、かわいいお友達が増えてよかったね。うん、くにひろくん、そろそろ帰る時間だね。うん、にっしー、さくらちゃん、西脇市、綺麗でおしゃれで美味しくて楽しい町だったよ。また会おうね。今度は北海道のへその町、富良野にも遊びに来てね。これからもよろしくね。へそ丸くん、くにひろくん、また会いましょう。元気でね。こうしてへそ丸くん、くにひろくん、にっしー、さくらちゃんは笑顔でまた会う約束をしましたとさ。おしまい。あらまあ、にっしーって分かりました？はい、ちょっと教えてあげます。じゃあ、はい、手を2にしてください。はい、でその後4にします。4、これでにっしー。おー、